皆さん見えますか？アメトクリの海辺の方でライブバーチャルサクサンダーをしております。どうぞ中に入ってください。ॐ इति श्री नमः।今どこからこれを出してるかというと、海辺にアイルベーダの施設が前にあったところなんですが、ここは今海外から来て28日間まで経っていない人たちがみんな隔離になっているところなんです。私も含めて、アメリカから来てもどこから来ても今はコロナウイルスの疑惑が強くて、みんなここにいなきゃいけなくなりまして、だいぶ28日経った人たちは部屋に戻ってもいいんですけれども、私たちはまだあと3日間ぐらいあります。そしたらいつもの部屋に戻ってもいいんですが、でもご覧のように隔離って言ってもリゾートのような景色で、全然も文句は言わないです。本当にあの天の恩寵を感じます。こんな素敵なところで、あの室内にいて天のことを思って修行をさせていただいて、こんなところであのいいんでしょうか。全然苦行になってないんですけれども、とにかくここからこの里サンガを届けさせていただきます。オーム・グルー・ブラマ・グルー・ヴィシュヌ・グルー・デーヴォ・マヒーシュラ・グルー・サクシャッパラム・ブラマ・タスマイ・シリー・グラヴィ・ナマ。オーマムティシュリエナマハ。みんなに参加していただいてありがとうございます。感謝します。先ほど申し上げましたが、今私たちが隔離されているんですが、アシュラム全体が封鎖またはロックダウンとなっているんですが、信じられないんですよね。本当に天国、それでも天国のような感じです、ここは。まあ暑いですけどね、今日は32度、昨日は36度。あの皆さんここ見えるかもしれないんですけど、壊れています。冷房は壊れていますので使えないです。でも私たちは壊れてない。私たちはアマがいるから、内面で内面の強さ、アマの力を感じます。でここでアマが私たちに本当にハードな修行をする機会、勉強する機会、そしていろんな内面のことをに内面に深く入っていく機会、素晴らしい機会を与えてくださっています。
インターネットを通して私たちは天の瞑想とまたバジャンにも参加させていただいています。それは天からの指示だったそうです。隔離されている皆さんかわいそうだから、絶対インターネットでね、みんな見れるように参加できるようにしてあげなさいって、でちゃんと毎日参加させていただいてます。食事も運んでくれる、なんかルームサービスの、これはリゾートのような気分でいます。あんま唯一辛いのはあんまのそばに行けない、もう本当にこれが辛いですけれども、あんま一度電話かけてくださったし、それだけで十分です。本当にここではもう完璧に安全というふうに感じます。まさに母親の膝に横たわる赤ん坊のような気持ちです。でもここにいない人はね、このように言うかもしれません。あなたはそういうふうに感じるかもしれないけど、私は日本にいるとか、どこそこの国にいるから、私は全然安全に感じないというかもしれません。でも忘れてはいけないんですが、この地球全体、どこ行っても、それがアンマの膝なんです。アンマの体なんです。一番大事なのは、私たちはそれを信じているかどうか。私たちはそれを覚えているかどうか。その認識、そのアウェアネスで日頃の行いをしているかどうか。もし、そうだったら私たちはアンマご加護があるっていうふうにどこ行っても感じます。ですから私たちの心構え次第なんです。前回参加してくださった方々は知ってると思うんですけど、アンマはだいぶ前にここでダルシャンを止めています。パスワードも配ってらっしゃらないです。みんなが今部屋でこもってる、まあ、食事の時間以外に、あんまも先週インドのモディ首相が3週間のね封鎖を発表しましたけれども、その前にもすでにこのアシュラムは封鎖されてました。ヤンマは2回のメッセージを与えてくださいました。どういう心構えを持ったらいいかって。もしそれを読んでいなかったらですね、アメリカニュース、ホットニュースで回りましたので、macenter.jp で確か閲覧できると思います。ぜひお読みください。ここで全部繰り返すわけではないんですけれども、アンマがその2回目のメッセージでおっしゃったことを一つ実践します。とにかくそれは後で、すでにアンマの108の皆を唱えて、私たちは自然に自然をがこう、落ち着かない状態に対してそれをなだめるというか沈めるための努力をしました。アンマの108の皆を唱えることで、アンマは私たちが自然に与えるものを自然が私たちに返してくれるといつもおっしゃっています。なので私たちは愛情を自然に与えれば、自然が私たちに愛情を返してくれます。私たちが丁寧に優しく自然を扱えば、自然は優しく私たちを扱ってくれます。でも私たちが自然を脅かすようなことをすれば、それも私たちに返ってきます。なので今日はすでに108の皆をアンマに自然に捧げました。最後の方にホワイトフラワー瞑想をしたいと思います。覚えている方もいると思うんですけれども、
このコロナウイルスから学べることを前回話をさせていただきました。物事の明るい面を見るという点を言いましたけれども、本当にこのコロナウイルスのいろんな大変な状況の中で良いことをしている人たちがいます。ですから、この物事の明るい面を見るっていうことの実践方法を言いたいと思いまして、ポジティブな話を一つ見つけて、それをみんなに共有してあげてください。今本当に劇的な変化があちらこちらも世界中で起きてます。悪い面を見ればもういくらでもシェア共有することがあるかもしれないんですけど、あるかもしれませんが、本当にポジティブなものが必要とされています。例えばコペンハーゲンとかミラノ、ヨーロッパでですね、ベランダでですね、体操をしている人たちがいます。大きなそういう団地とかアパートの真ん中にコートヤードがあるというようなところ、そこでみんながベランダに出て体操をしてるんです。そしてダンスパーティーもベランダで音楽をかけて、みんな距離は置かないといけないんですけど、ウイルスが感染しないように。でもプラス面を見て、喜びをみんなで共有するためにそんなことをしています。あとはアメリカでは小さい子たち2人、姉妹がですね、年配の方に無料でトイレットペーパーを届けていました。助けるために、本当にいいことしてる人だ、いいことをしてる人たちがいっぱいいます。そういう人のことだけではなく、社会がですね、かなり変わりました。このコロナウイルスのおかげでといえば、今どうか分かりませんが、他の欧米国では渋滞しなくなった、長い行列で待たなくてよくなった、ガソリンがすごく安くなりました、請求書の期限が伸びました、子どもたちは家族で一緒に家にいられる、親たちも家にいて子どものことに注意を向けることができる、忙しい、普段は忙しくてできないことが今はちゃんとできる、ファストフードの代わりに家庭料理を食べてる、慌ただしい日々の代わりに昼寝のできる日々があったりするかもしれません。なんとなく空気が澄んでるような感じで、世界が、世の中が静かになりました。本当に、まあ、あとはお金があってもそれで世の中を動かすことができないことに気づかせてもらった。バラの香りを嗅ぐために立ち止まる時間もできました。だからこれら全てに感謝できます。感謝すべきです。その感謝が前回の2つ目のポイントだったんです。何よりもこの全てが私たちをより神様に近づけて、あんまに感謝するようにしてくれるといいなと思います。コロナウイルスが人類のせわしない日常生活のリセットボタンとなったらいいなと思います。もう来てしまってるので、あとはもうどっか行けって言ってもなくならないので、プラス面を見ましょう。感謝といえば、さっき言いましたが、アンマの存在にもう本当になおさら一層感謝するようになりました。91年初めてここに来た時、本当に丸29年前なんですけれども、ダルシャンを受けることはごく普通のことでした。毎日言ってました。アンマに今日何を質問しようかなとか、で毎日行ってたんですが、途中でもう当たり前のように言ってました。途中でアンマが私に、あなたは毎日来なくてもいいよとおっしゃいました。え、
来なくていいっていうふうというと来てほしくないのかな。いや、そうじゃなくて来なくてもいいですよ毎日。でも私が来たいんだからとか一瞬思いましたけれども、でもね、当たり前にしてはいけないよねって気づかせてくれました。そしてずっと後でアンマと世界中を定期的に回るようになりました。いろんな国に行っていろんなイベントに参加させていただいて、一緒に最初はワクワクして、そのうちやっぱり当たり前にしてしまいますよね。それが良くないんです。感謝の気持ちがなくなってしまう。アンマの50歳の誕生祭、2003年大きな式典がありましたよね。その後でアンマが1週間ぐらい以内にヨーロッパに出かけました。その数日前に私はアンマと一緒に行く許可を聞きたいと思いまして、その5年前からはずっとアンマと一緒にヨーロッパに同行させていただいてました。そして2003年のその時にダルシャンのアンマが火曜日でね、アシュラム住民のダルシャンをされてました。私の番になったらね、ヨーロッパにね、チケットを予約しようかねってアンマが、ブックしてって言ってくれるとてっきり思ってました。で、アンマはね、戸惑って、なんか一瞬止まって、アンマはなんとかする、なんとかなります、なんとかっていうことは、君が来なくていいって、君いなくても大丈夫だよっていう意味だと思うんですよね。でその時ね、アンマが何とかしますっておっしゃったのはね、すごい優しかったんですよね。本当にあなた来てくれるとなんかいいんだけれども、本当は来なくても大丈夫、全然大丈夫。そして、またびっくりして、私が必要ないんだなって。で、本当に誰も必要ないんです。アンマーが思いやりから私たちをあちこち連れて行ったりとか、日本まで足を運んでくださったりとかされてるんです。今は私はもう数百メートル離れてるだけなんですけど、見えない。一緒に行くどころか、もう姿をこの目で見ることすらできない。だから本当に全てに感謝させていただいています。このコロナウイルスのおかげで。だから皆さんもなんか手に入れにくいものがあったりするかもしれない。この世界情勢が変わって、トイレットペーパーにしても 何にしても手に入った時にね、もらった、もうこれ守るんだとかって、そういう気持ちじゃなくて、感謝の気持ちを初めに持ちましょう。あんまに感謝して、自然なる母に、母なる自然に感謝する。そしてそれを作った人に感謝する。届けてくれた人、運んだ人、そしてその後でゴミを処理する人たちに、みんなに感謝しましょう。そうすると利己的な気持ちが減ります。それが原因で今自然界が荒れてるんですよね。アンマがおっしゃるには、人間の利己心、人間が利己心のバイブレーションを自然に発していました。ずっと私たちからそれが放ってるわけなんです。そして自然がそれに満ちて溢れてしまっています。それが私たちに返ってきてるだけなんです。利己心のバイブレーション、つまり害なんです。害が、私たちから始まった害が自分に返ってきてるだけなんです。だからそのサイクルをまたプラスに転換するためには、感謝の気持ちが非常に大切です。身を委ねることを話しましたが、それを実際にどうやって実践するかっていう、ちょっと言う時間がなかったので、それを一つだけ
提案したいと思います。毎晩寝る前に日記をつけてください。そんな今日はこれをした、次にこれをした、これをしたっていうことじゃなくて、学んだこと、この新しい世界のような環境ですよね、私たちが今生きているところは。だからこのかなり特別な状況から私たちは何を学んだか、自分はこういうふうに物事がいくって思ったけどいかなかった、手に入れたいものがあったけど手に入らなかった、恐れていたことが実際に起きなかったとか、本当にいろんな自分の思い込みとか勘違いとか、たくさんそこから学ぶことがたくさんあります。あんまいつもおっしゃるように、私たちは努力をすることはできるんですけれども、その結果はいつも神の手の中にあります。そうなるかもしれないし、そうならないかもしれない。私の経験を一つ申し上げます。先日私たちはコロナウイルスの検査をしに行かないといけなかったんですね、隔離のプロセスの中で。そしてテスト、血液検査をしないといけないんですけれども、その結果がここは田舎だから3日か4日間ぐらいかかると言われたんですね。もうあんまはね、もう全然大丈夫だとおっしゃってたんです。大丈夫、心配しなくていいっておっしゃいました。私はそれを信じて心配しなかったんですけれども、後で考えたんですけどね、もしもパニックしていたとします、結果がもしね、ウイルスがありってあるっていうことっていう結果が出たら、私はどうしたらいい。そしてその結果が出るまで3日間心配するばかりで、夜眠れないかもしれない。こんな綺麗な部屋に、海辺で海を見ることが朝から晩までできる、波の音を聞く、そよ風を感じる、夕日も抜群、これを一切楽しむことができなかったでしょう。でもサレンダーがあれば、身を委ねる気持ちがあれば、今の瞬間を満喫、楽しむことができます。あんまへのサレンダーだけです。私たちの期待、欲求と恐れがサレンダーできない理由なんです。身を委ねられない理由なんです。その障害となってます。そして今の瞬間を楽しむ障害にもなります。では今週したい新しいポイント、世界がですね、みんな同じことに集中してるじゃないですか。今日本だけではない、欧米だけではない、アフリカからアジア、もう全世界が同じ話題になって、もうこれ以外に話題がないかのような、そのぐらいになりました。コロナウイルスが深刻な世界規模の問題になってから、たくさんの人が自分の思いとか経験とか気づいたことを世界中の人たちと共有するようになりました。それを皆さん読んでるかどうかわからないんですけど、だいたい英語の世界で起きてるので、見てない可能性もあるので、主に2つを共有したいと思います。まずはですね、笑えるものを、楽しいものをちょっと一つ共有します、シェアします。画像として回ってきたんですね、今週の星占いって。で、お羊座、牡牛座、双子座などなどなど、12支書いてある。
こういうふうに、お羊座、あなたは家で時間を過ごすでしょう。お牛座、あなたは家で時間を過ごすでしょう。双子座、あなたは家で時間を過ごすでしょう。みんな十二支同じ星占い。すごい当たってると思いました。びっくりした。皆さんも当たってたかもしれない。いや、笑えますね。あと、もっと意義深い投稿もありました。たくさんありました。その中でですね、特に心に触れた一つをここでシェアしたいと思います。タイトルはですね、新型コロナウイルスから人間への創造の手紙。単細胞の生き物が手紙を人類全員に送ってます。このように。止まりなさい。すぐに止まりなさい。もはやお願いではないの、命令よ。私たちはあなたたちの手助けをします。私たちは超音速の高速で回転するメリーゴーラウンドを止めましょう。飛行機も電車も学校もショッピングセンターも会議も激しく熱狂した幻影も様々ないわゆる義務も止めましょう。あなたの言う義務のせいでみんなに共通のたった一つの心臓の鼓動が聞こえなくなり、みんなが一緒に息をしているのがわからなくなっているの。私たちの義務というものはお互いのためになることでしょ。いつもそうだった。あなたが忘れていたとしても、忘れてしまったようだけれども、私たちはこの放送を遮りましょう。止めどもない耳障りな分断と混乱の放送を遮って、あなたたちにこの長年のニュースを速報で伝えましょう。私たちは元気ではありません。誰も元気ではなく、みんなが苦しんでいます。去年、大火災があって地球の灰を焼き焦がしたのに、あなたたちは立ち止まらなかった。アフリカ、中国、日本に台風が来ても、日本とインドの気候が異常な暑さになっても、あなたたちは聞こうとしなかった。自分の人生を支える快適さや便利さを維持するのに忙しすぎて、耳を傾けることが難しかったでしょうね。でもその土台は崩れかかってる。あなたたちの欲求や欲望の重さに耐えられなくて、私たちはあなたたちに手を貸しましょう。あなたの体に火事の旋風を与え、あなたの肺に火傷や焼けつく辛さや洪水を起こす。そうしたらあなたは聞くようになるかもしれない。私たちは元気ではありません。あなたがどう考えようが、どう感じようが、私たちは敵ではありません。私たちはメッセンジャーです。私たちは協力者です。バランスを取る力です。私たちからのお願いです。止まってください。じーっとしてください。聞いてください。あなたの個人的な心配を超えて、すべての人の心配を考慮してください。自分の無知に気づき、謙虚さを見出し、考えやむ心を捨てて、ハートの奥深くに入っていってください。空を見上げてください。あまり飛行機が飛ばなくなった空を見て、その様子に気づいてください。澄み渡ってますか？くすんでますか？スモッグでよどんでますか？それとも雨が降ってますか？自分もまた健康でいるために空が健康でいることがどれほど大事なことでしょう。木を眺めて見てその状態に気づいてください。木の健康が
それの健康のために、そしてあなたの健康に必要な空気にどのように貢献してくれていることでしょう。川を訪れて、川を見て、その状態に気づいてください。澄んでますか？綺麗ですか？濁ってますか？汚染されてますか？自分もまた健康でいられるように、川がどのくらい健康だったら良いですか？あなたが健康であるために、川の健康が木の健康のためにどう役立つのでしょう。その木はまた空の健康に役立っているのに気づいてください。多くの人が今恐れています。あなたの恐れを悪者扱いしないでください。恐れに支配されてはなりません。そうではなく、語らせるのです。静かな心で、その英知に依頼で、どんなリスクがあるのか、個人的な不都合や病気への恐れを超えて、あなたに何を語ってくれるかを聞くのです。木の、川の、空の健康があなた自身の健康状態を物語っているように、あなたの健康状態は川の、木の、空の、そしてあなたとこの地球に住む私たちすべてのものの健康について何を物語っているでしょうか。止まりなさい。あなたが抵抗しているかどうか気づきなさい。何に抵抗しているのか気づきなさい。それはなぜかを尋ねなさい。止まりなさい。すぐに止まりなさい。じっとして、そして聞いて。病気のこと、治癒のこと、私たちが何を教えているかを尋ねなさい。すべての人が健康でいるには何が必要なのか尋ねなさい。もし耳を貸してくれるなら、私たちはあなたたちの力になりますから。コロナウイルスからの創造の手紙でした。本当にこれを初めて読んだときに、この人アンマの2018年のメッセージを読んだかと思いました。その時ケララ州でひどい洪水があったのをご存知かもしれないんですけれども、8月とか9月、アンマの2018年の誕生祭でアンマのメッセージはそれに触れてたんです。その時にアンマがおっしゃった言葉は本当に私たちの今の状況にぴったりの内容です。抜粋だけちょっと共有しますが、申し訳ないんですけど、私が何か自分の意見とか自分の考えを共有する必要は全くないんですよ。もうアンマが全部すでに話してます。これ部分的にすでに訳されているものもあれば、英語を見ながら日本語に直さないといけない内容もあります。お許しください。間違いがあったりするかもしれないです。その時は全ての対立を忘れました。洪水の時ですね。洪水 の救済活動をしてた時の話です。政治、社会階層や宗教の分離感も消えました。お金持ちとか貧乏、偉い、偉くない、そういう考えは全部消えました。すべての思いとすべての行いは、たった一つのゴールに流れていました。それによって人はお互いを理解することに何の問題もなかったです。そして、どんな障害をも、どんなこう障害物をも乗り越える力を自分の中に見つけたんです。ハートとハートが一つになって、そこに思いやりだけが流れていました。いや、それは溢れていました。そしてその洪水のおかげで、
もう一つの海が見えてきました。それは慈悲、思いやりの大海原でした。私たちが心の中にこのような奇跡的なエネルギーの炎を燃やし続けることができれば、人生は川のように順調に美しく慣れていくことでしょう。これは天の言葉続いてますよ。障害がなくなるわけではありません。障害はあっても、それが人生の流れを止めることができなくなるのです。人生は川の流れのようにすべてを越え、障害を克服して流れ続けることでしょう。私たち人間の力や知性には限界があるので、自然災害を防ぐことは決してできません。今のコロナウイルスはね、自然災害のようなものなんです。人間が作ってるにしても。でも大災害の悲惨な状態に追い込まれた人々を癒し、助けの手を差し伸べることはできるはずです。そのような時、私たちは愛と慈しみを言葉や行動を通して自発的に表現することができます。これはアンマがね、自分の子供たちに期待していることなんです。私たちは本来そのような力を、兼ね備えているのです。元気づけているんですね。あなたはその力があるんだから発揮したらどうか。そしてアンマはこういう自然災害がですね、毎回毎回私たちに教えてくれる教訓について話されました。主に3つありました。自然の法則とは何か、宇宙の法則とは何か、そして自然の偉大な力についておっしゃいました。1つ目、人間には人間の法律の制度があるのと同じように、母なる自然にも彼女の法則があります。そして私たちは母なる自然の法則に従うしかないんです。逆ではないんです。宇宙の法則というのは、そして命、人生の法則というのは、無私無欲であること、これが2番目です。それが理由で利己的な人は人生を楽しめない、エゴイスティックな人は幸せになれないとアンマがおっしゃってます。なぜなら彼らの行動は宇宙の法則にと調和してないからです。それに従ってないからです。逆に私たちは宇宙のその法則、無私無欲でいることに従えば、自発的に私たちの人生に平安、平和、幸せと繁栄が現れます。ケララの洪水災害の時に救いとなった力なのは、人のハートからあふれる愛と思いやりでした。そして3番目、自然はとてつもなく強力な力であるという認識を常に持ち続けてください。その計り知れない力の前で人間は取るに足らない生き物で、無意味で無力なんです。したがって私たちが自然を敬い、敬意を持って自然に接することがとても重要です。そして最も大切な教訓は、自然は与えてくれたものすべてを一瞬のうちに取り消すことができるということです。自然は与えてくれたものすべてを一瞬のうちに取り消すことができるということです。これらの真実を理解すれば、自分の考え、行動、物の見方、そして自然へのアプローチや仕方に謙虚な態度を持つようになります。自然は人間に逆らっているのではなく、人類の幸せを望んでいるだけの信頼のおける友達だ、
ということに気づくのです。私たちの欲望は一つ一つ増えて、それらの欲望を達成するために自然を搾取してきました。今自然災害として私たちが目の当たりにしているものは自然からの報復なのです。私たちが先に正しい道、つまりダルマから外れて、そして自然も彼女のダルマを失ってしまったのです。だから私たちが悪い、私たちが先に正しい道から外れてしまったから、自然がこういうかわいそうな状況になってしまったのです。それぞれの国に法があるように、宇宙にも法、ダルマと呼ばれる行動規範があります。生命、命の調和はこの規範によって保たれ、それはあらゆる国の人々に同じように当てはまるものなのです。ここまでアンマの言葉でした。だからアンマはそれだけをね、おっしゃった後で、私たちにも時間を無駄にしないで、人間関係のも取るに足らない、もう無意味な対立とかを全部捨てて、いいことをできるだけしましょう。人生で私たちの計画通りに行くことだって稀にしかないです。だから計画がうまくいかなかった時に、心の平安を保つために唯一の方法はサレンダーと信じる心なんです。そこからですね、もう一つのトピックに入りたいと思うんですけれども、時間がちょっと経ってしまったんですけど、もう一つポイントを言わせていただいてから質問を受けます。よろしかったら今から質問ある方はコメントのところに入れてください。確かログイン、YouTube か Google にログインしないと投稿できないかもしれないです。すみません。信じる心、信仰、まあ、信じる心ですね、が大きな教訓と なっています。コロナギータの教えの一つなんです。私たちがここにこの部屋に移った日、正式に隔離となった日なんですね。もう外はものすごいひどい嵐でした。嵐も普通の半端な嵐じゃない、風が強くて、雨はもうものすごくて、それから雷と稲妻も本当に海は荒れていました。で、私とルーメイトのデアムルタ・アナンデスワミはその時も瞑想の時間でですね、瞑想してました。本当にその嵐の激しいエネルギーの中で、自分の中で、心の中でですね、何かの静けさとつながることが何とかできました。なんかとっても穏やかな気持ちになりました。内面で。そして翌朝起きたら、ものすごく静けさになってます。海が本当にこんな静かでも穏やかな海って、波はないし、もちろん雨もないし風もないし、完璧でした。思ったのはですね、最もひどい嵐でもしばらくすると過ぎ去っていきます。コロナウイルスもしばらくすると過ぎ去っていきます。その間は気をつけないといけないね、鉄の棒を外に行ってね、雷に打たれてしまうかもしれない、稲妻に打たれてしまうかもしれない、そんなバカなことをしてはいけないんだけれども、それはいつかは過ぎ去っていくということを、その信じる心を失ってはいけないんですね。アメリカのディボーティの一人がですね、そういうプロフェッショナルなキャリアの中でですね、
嵐のような状況を迎える時が来たんですけれども、とてもいい人なんです。本当に真面目で、もう何十年もアンマの熱心なディボーティーで、いつもアンマのところに来るんですけれども、いい仕事を持っていて、ました。そして何かの出来事によってフェアではなかったんですけれども、彼がクビになったんです。急に。何も悪いことはしてなかったんですけど、なんか社内の人間関係のせいか何かでもうクビになったんですね。職を失ったんです。そして彼の仕事の分野というのは、そんなにね、いつも新しいそういう機会が現れるわけではないんですね。で、最初あんまり心配してなかったんですけれども、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月に仕事探しはしてたんですけれども、なかなかいいポジションが見つからなくて、半年間とったって1年間経って、もうそこでね、子供3人いるんです。もちろん奥さんも、奥さんは少し仕事はできてたんですけども、やっぱり3人の子供だとね、やっぱり2人の手が必要なんですよね。そして彼はその年のトロントリトリートに参加して、クエスチョンラインに、質問ラインに入ったんですね、横から。そして私たまたまいたので聞いたんですけれども、もうあんまにね、もう仕事が見つかるようになんとか助けてくださいって言ってくださいって。そして状況を説明してあんまに伝えさせていただいたんですけれども、あんまは頭をうなずいただけなんです。分かった。でも何も慰めな言葉はなかったんですよね。私自身はね、なんかもう少しね、慰めの言葉があったら安心してくれるかなと、その人が、と内面をちょっと思ってしまったんです、本当は。あんまが全部知ってるし、あんまのすること完璧だと信じてますけれども、その瞬間はね、なんかもう一つ言ってくれないかなって、ちょっと一瞬思いました。そして彼は、その瞬間はね、多分ちょっと物足りない感じ、そんな表情だったので、だから多分そういうふうに感じたと思います。で、私たちはもうあんまのことで忙しくなって、ツアーの後でまたいろんなところを回ったんですけれども、その3、4ヶ月後に彼から嬉しいニュースがあるというメールが届いたんですね。就職した。よかった。そして中のですね、どんな仕事、就職した読んでびっくりしました。何にも仕事がないから、アンマの恩寵でハーバード大学のグローバルヘルス研究所で上級顧問として雇われたんです。ハーバード大学でそんなの誰が就職できるんだろう。グローバルヘルス研究所で上級顧問として雇われました。今もう本当にうまくいってるんです。まあいろいろインドのことにも関わってます。だから本当に私たちがその信じることをさえ捨てなければ、忍耐力は必要でも必ずアンマーが守ってくれて助けてくれます。だからその信じる心だけを捨てないでください。これは本当に私たち全員に必要なんです。これで1時間とちょっと立ってるんですけれども、皆さんから何か質問が来てるかどうかを見て、それからアマのホワイトフラワー瞑想で終わりたいと思います。質問、Q&A
来てないようですね。あ、来てますか。そうですね。あ、ありました、一つ。オムナムシバヤ、素晴らしい里様、すみません。誰の欠点も見ないことが平安につな、つながるというようなことをアンマーはおっしゃいます。本当に人々の欠点は見なくていいのでしょうか。見て見ぬふりのようにしたらよいのでしょうか。それが見えてることが反応している証拠だったり、自分の映す鏡だったりするのでしょうか。お時間があり可能であれば、はい、はい。そうですね、見て見ぬふりではないんですね。何か誰かのいわゆる欠点に気づいたとします。その時に私たちのマインドが外に強く外に流れていれば、すぐにですね、それは批判になるんですね。あいつはいつもこういうことしてるとか、私こんなことしてあげたのに全然とかって、そういう否定的な方向に行くんですね。でも日々マントラを唱えたり、アンマの瞑想をしたり、ホワイトフラワーであろうが、アイアムであろうが、例えば沈黙瞑想リトリートに参加した後とかですね、マインドが外側にそれほど強く いかないんですね。内面に入りたくなるんです。内面のままでいたいってマインドが感じるんです。そういう時だとですね、人の欠点に気づいたとしても、そこから外に行くんじゃなくて内面に帰ってくるんです。ああ、私もそんな欠点あったかな。あの人なんかね、例えば僕ら、ルーメイトなんですけど、一緒に食事をして、一緒に食器を洗ったりします。例えば、一人がね、忙しくてすぐに食器洗えなかったとするでしょ。あいつはね、もう食器を洗ってない、そんなのもうダメじゃないとかって言うこともできれば、または、あ、私って毎回ちゃんと洗ってたっけ、あ、忘れてることあったかもしれない、あ、申し訳ない、もうきっと彼が洗ってくれたに違いない、悪いな、あの日忘れたっぽい感じ、そういう自分のことに展開するんです。あの人、なんか、昨日怒ってしまった。ああ、そういえば私も最近ちょっと怒りの虜になってしまってるんじゃないのかな。ちょっと怒りに支配されてはいかないな。気をつけよう。自分のことに変えることができますよね。で、その人のことだっても、でも私たちは変えられないのでね、変えられないので、それを見て見ぬふりって言わなくても大丈夫です。なんか言ってもね、それでそれがプラスになるか、もっとひどくなるか、私たちはわからない。何か言葉喋ったらね、悪化するかもしれない。だから黙って、自分のことを良くするしかないんです。もしも、一つだけ例外があります。その人との人間関係の上で、あなたがその人にアドバイスをしなきゃいけない立場にいるとき、親とか、会社での上下関係とかで、あなたがボスだったら言わなきゃいけないんです。お客さんにそういうふうに接してはいけないとか、それはね、ダルマだから別の話なんだけど、平等な立場にいる人たち、またはさほど違いがないときは、さっき言った通りにするのがいいと思います。アシュラムの中で
私たちはそうしてると思います。まあ、私が接している人たちは、他の人の批判をするエネルギーが無駄、自分のことを良くするために使えたのに無駄にしてしまったと思ったりします。そうですから、まあ、自分を映す鏡というふうに思うのがベストだと思います。親とかだったら別です。夫婦だったら絶対言ったらダメですよ。夫婦の場合はダメです。危険。質問。この状況の時に簡単に外に出れません。離れている家族が心配を感じる。離れている家族が心配に感じる時、どのように態度でいることが大事ですか。家族が心配に感じるとき、私たちが家族のことを心配しているという意味 だと思いますね。多分。家族というと、そうですね、年配の方でしょうか。親とかだったらですね、本当に心配というよりケアしてあげる、特別なケアをしてあげることはとてもいいと思います。アンマはいつもそうされています。我々にたまに電話かけてきます。元気大丈夫、なんかそういう、もう全然シャンタムルなんかもうどうでもいいじゃない。もう何百万人の何百万人もの人たちが、アンマの子供たちで世界中にいるのに、アンマがそれをするんだったら、私たちは自分の親ぐらいにはですね、示していいと思います。やっぱり、遠くにいるとですね、彼らも心細いと思います。それから、そんなインターネットのいろんな細かいこと読んでないかもしれない。例えばですね、アメリカ、日本はどうか分かりませんが、アメリカと他の国では、年配の方専用の営業時間があったりするんです。すごくいい考えだと思わない？若い、一番の問題っていうのは、聞いただけなんですけど、若い人たちと、年取った人たちが同じ空間にいることが危ないんです。若い人たちは、免疫力が強くて、で、高齢者は弱くなるじゃないですか。だから、その若い人の、ウイルスを持っていても症状がないかもしれない。で、近くに行くことによって、高齢者にうつってしまったら、高齢者の症状がひどくなるんですね。これで大体コロナウイルスので亡くなった人たちの大部分、過半数が高齢者だったと思うんですね、統計的には。だからそういう、例えば子供が両親とか親戚のためにそういうのを調べて あげると、あ、知らなかった、そんなのがあったんだ、じゃあそれだったらそういう時間に行ってみようと思うかもしれないし、なんかちょっとしたアドバイス調べてあげて、いろいろ聞いてます、読んでますけれども、マスクの効果とか石鹸のこととか、なんかいろんなそういう消毒液だけではなく、いろんなこう豆知識とかがあって、若い人たちの方がそういうのを見つけるのに長けてるんですね。それで電話かけて元気とかって元気づけてあげることによって、彼らの免疫力は実際に強くなるんです。恐れによって免疫力が下がってしまって、でも孫とか親戚、子供がから電話が来て元気づけてくれることによって、彼らの免疫力が上がってくるでしょう。それもすごくいいと思うんですが、心配だけは必要ないです。あんまは心配は役に立たなくて、強さが必要です。この間のメッセージで。
勇気が必要。だからあなたの勇気を彼らに共有してください。それが彼らにとって今必要だと思います。では、一緒に世界平和の祈りを9回唱えます。唱える間、純粋な平和の白い花が世界の隅々に絶え間なく降り注ぐのを想像してください。そしてその花が自分の頭にも降ってくるのを想像してください。オーム、ロカハ、サマスタハ、ソキノバワント、ロカハ、サマスタハ、ソキノバワント、ロカハ、サマスタハ、Sukhino bhavantu lokaha samastaha Sukhino 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 Bhavantu Om Shanti Shanti Shantihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om今日のサトサンガに参加してくださってありがとうございます。また次の機会によろしくお願いします。オン、アムティシュリエナマハ。